皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。私が撮影ツアーとかでですね、いろいろお世話になっている日本旅行さんから中島さんが来てくれました。はい、ありがとうございます。中島さん、軽く自己紹介をお願いします。軽く自己紹介を、はい、私株式会社日本旅行で宇宙事業を担当しております中島です。もともとはJAXA さんとか三菱さんとかのロケットの打ち上げのお手伝いをするお仕事をしてたんですけれども、そこから、それこそ成沢さんともご縁があってですけれども、星空観光とかもそうだし、今は宇宙教育みたいなプログラムを作って全国の教育機関に提供させていただいてたりとか、宇宙にまつわる、いろんな楽しいことだったり学ぶことだったりとか、空かける何々っていうのを仕事にしてるような部署ですね。なるほどなるほど。私がまず、今写真家活動こうやってやってますけど、まだサラリーマン時代にちょっと写真家としてね、撮影ツアーをやりませんかってお声がけいただいたのが日本旅行さんだったんですよね。自分がね、なんていうかサラリーマンだったんで、写真家としてなかなか認められなかったわけですよ。その中で、日本旅行さんは私を写真家として講師として立てて、撮影ツアーを組んでいただいてですね、使ってくれたので、すごく感謝してるんですよね。まだ駆け出しの頃に使っていただいてたっていうのが、あれで何年前ですかね。いや、あれね、もうね、撮影会もこの間20回行ったんですよ。そうか、もう20回なんですね。20回行ったんですよ。すごいな。その頃は多分ロケットの打ち上げをみんなで見に行こうみたいな、空飛ぶクラブっていう、これが立ち上げが15年の夏とかなんですよの企画で、本当は一発限りの単発企画だったんですけど。あ、そうだったんですね。でそれが続いてるわけですか。反響がものすごい反響いただいて、でやっぱり成沢さんもね、一緒に種子島行きましたけど、やっぱり簡単に行ける場所ではなくて遠いし、交通費もかかるし、なのでツアーの料金も高くなるし、なかなかそんなたくさん売れないんじゃないかなっていう大方の予想があって、ただ僕自身はロケットの打ち上げを目の当たりにして宇宙すごいなって思った側の人間なので、いや絶対たくさん見に来てくれるって思って作ったんですけど、そしたら当初予定の4倍か5倍ぐらいの方が申し込みされて、大量のキャンセル待ちがつくみたいな。でそれで反響があるんだとか、あとそういう宇宙について、その時はロケットだったけれども、その漠然とした興味を持ってる人が多分たくさんいるんだなってことがそこで分かり、でこうやって今も6年目ぐらいになりますかね、続いてる。あ、そんなやってるの。そうかそうなんですね。それが始まりだったので、それがあって自分にじゃあ声かかったんだ。なんかこういう星空関連広げろよみたいな。私も2回行かせていただいてるんですよね。で最初は食中毒の中撮影をしてですねめっちゃきつかった記憶しかないんですよ。あの時すごい風も強かったし曇ってたんですよね。で2回目がめちゃめちゃ晴れて、その時多分一緒でしたね。見てるんですよ。でその時に撮った動画があるんですよね。打ち上がるところを撮って、であれすごい感動したなって思うのが、あれ地元の子供たちなのかながカウントダウンしてたでしょ。してましたね。ああいうのとかもそうだし、あとなんか隣にカメラ構えてる人が声かけてくれて「どっから来たんですか?」みたいな。でやっぱりみんな別々のところから来てて、で打ち上げ終わった瞬間みんなで握手して「お疲れ様でした」みたいな。でそこからなんかちょっと SNS でつながったりとか、なんか新しい出会いがあったりして、なんかめちゃめちゃなんか良かったなって思うんですよ。すごい場が一つになりますよね。場が一つになる。みんなが一つのものを見てて、あの動画残ってると思うから、ちょっとここであったら流します。やばい。うわ、マジで。そうそう、確か今回すごい機材で来てた気がするそうなんですよ。だからあれはね、なんか今見ても結構あいい思い出だなと思って、うん、たまに見返すことがある。そもそもそのおさむちゃんの方の事業は、まあ、どういう経緯でスタートすることになったんですか？一番最初はもう僕が現場行った時、初めてそのロケットの打ち上げに携わさせていただく機会があって、それまでそれこそ前も多分お話したと思うんですけど、宇宙も知らないし興味もないし、うん、いわばもうなんだろう、宇宙イコール SF の世界みたいな。ただその男の子の興味的にロケットかっこいいよねとか、なんかまあそういうのはあったんですけど、うん、でたまたま行かせていただく機会があって。お仕事で？仕事で、うんうん、でたまたまなんだ。たまたま、すごいたまたまじゃないですか。人が足りなくて、もともとうちでその JAXA さんのお仕事を手伝いしてて、うん、まあ、当時はそんなに宇宙の仕事たくさんなくて、あでもその JAXA さんのお手伝いっていうのは前からあったんだね。させていただいてたんですよね。まあ細々とやらせていただいてて、でそこにたまたま立ち会う機会があって、うんうん、であれはもう本当衝撃、多分自分のスイッチの入ったタイミングなんですけど、さっきまでそこにあるものがすごい音と光とで飛んでいくじゃないですか。でまあね、数分後にはもうそれってもう宇宙空間を飛んでっているっていう、このなんか価値観、スケール感で、今まで旅行会社入った時も世界中いろんなとこ行けたらいいなと思ってたけど、まあ、やれニューヨーク行ったとかパリ行ったって、宇宙規模で考えるとこの地球って星の表面をまあ行ったり来たりして喜んでるみたいな、っていうのが多分自分の価値観だったんだけど、いろんな海外行けたみたいな。それをもうものすごい速さでぶっ飛ばしていくっていう世界を目の当たりにした時に、あこんなすごい世界があったことをまず知らなかったから、あこういうすごい世界なんだと。しかもそれが日本で行われてて、日本の会社がやっててみたいなところの、その人がいろんな人の結集がそうなってるんだっていうところもすごいなと思って、これなんか仕事にできたらいいなって思ったのがきっかけだったんですよね。あそうなんだ。でじゃあその時はまだそのなんか撮影ツアーとかなかったんでしょ？何もなかったんですよ。というのも一切なく、だからロケット打ち上げを見に行くツアーとかも全くなく。じゃあみんなそのそれぞれが宿とか手配して行ってるっていう。スタッフの方とかもそれぞれだし、その見に来るそういう好きな方もそれぞれで来る感じで。じゃあ本当に言い出しっぺじゃないですか、マジで。このなんか宇宙事業の言い出しっぺしちゃったから頑張んなきゃ。いや最初ね、中島さんのことを紹介しまった時に、中島っていうやつがいて、1年の半分ぐらい種子島にいるんですけどみたいなことそのこと言ってたんでちょうどその時立ち上げ時期だったから。そうですね、そうですね、いろいろ、うん、でもやっぱり地元の悩みとしては、その打ち上げの時たくさん人が来てくれるのはすごく嬉しいんだけれども、うん、まあすごく混乱もしたりとか、こうやって旅行会社が入ることで整理できるっていう面は、多分ホテルさんとかはすごく。なるほどね。あれ宿少ないとか？宿少ないですね。成沢さんが行かれたと一緒にいらっしゃった時のあのホテルが本当メインのホテル。ああ。他のあんなのあるんだなと思ったんで。そこ多分一番新しいですよ。新しかったですよね。綺麗だった。あとはまあやっぱりね、島に行く人が少なくなってて、どうしても廃業しちゃったホテルさんもあったりとか。だからやっぱりどうしても普段たくさんの観光客が行く場所じゃないので、そこは乏しいで、その辺りは逆に、まあ今って旅行ってもうポチッとなんでね、どこにでも行ける世界になってるけれども、やっぱりそういったちょっと難しいような場所であったりとか、まあ工程もすぐ変わりますよね。延期になったとかなんとかっていうフォローっていうのはまあそう変わるんですよ。あれ多分ね、初めての人は結構大変だと思うんですよ。まずショックだし。そうですよね。そうそうそう。飛ばないの今日みたいなね。そうそうそう。そこを冷静に、まあ経験則も含めてして差し上げることができるっていうのは、多分旅行会社の価値にもなるかなっていうのと、あとはやっぱり何も知らないでパッとそれこそ星空もそうだけど、わあ綺麗だなって終わるのと、まあいろんなうんちくも含め、その奥深さを知りながら見たり観察したりちょっと違うじゃないですか。ロケットも多分そうだなと思ってて、ただ単にドンって打ち上げあってのそれはもうわあ綺麗ってお祭り打ち上げ花火なんだけど。そこにある現場ではこんな大変なことがあるんですよとか、日本って実はすごいですよねとか、宇宙って不思議ですねとか、そういうのがあった方が多分お客さんを思って面白いと思ってくれるんじゃないかなっていう仮説が、まあうまくはまってるような状態ですかね。だから必ずまあ私とかいろんなスタッフ、慣れてるスタッフがいろんなお話をお客さんとしながら、宇宙教室みたいなのも現地で開催するんですけど、でまあちょっとでもなんか興味をね広げて楽しかったよ、宇宙って面白いんだよっていう人が広まれば一番いいかなと思ってるので、次の新しい次世代のロケットがまた今開発中のがあるので、H3 か、それが多分打ち上げがあるんじゃないかなですね。そういう情報はどうしたら手に入るんですか？空旅クラブの LINE。空旅クラブの LINE。じゃあ皆さん空旅クラブの LINE。それ何で検索すれば出てくるの？LINE で空旅クラブ出てくるんですか？空旅クラブでインターネット検索すると多分空旅クラブのホームページが出てきて、じゃあリンクを貼っておきます。だよね。いけたんじゃないかな。じゃあそれに登録してもらえれば、その打ち上げが決まった時に速報の LINE が。来るね、そこのライン来ますね。そこのライン来るし、いろんな星空系のイベントもそうだ。で、まあロケットの打ち上げ、種子島のロケット打ち上げツアーからその始まった宇宙事業ですけど、今なんかそれだけじゃなくていろいろやってるんですよね。いろいろやらさせて、何やってるんですか？まあそれにちょっと PR いただいて。今宇宙教育のプログラム、で、まあ学校さん向けとか、まあ教育機関向けなんですけれども、そういったなんだろうな、人工衛星を使って何か社会の課題を解決するワークショップとか、例えば修学旅行先で夜の時間って空いてるじゃないですか。そういう夜の時間にせっかくね、修学旅行来てるからみんなで星空見ようよみたいな感じで、ただ星空見ても、それってわあ綺麗だねで終わってしまって、あんまり教育的要素がないので、国立天文台の三鷹とか使って宇宙のスケール感のお話とか、実際にそれを見てから星空観察してもらったりとか、天の川の濃淡の感じとかも 3D で考えると納得じゃないですか。あ、こんなに奥行き、こんなに距離があって、そこいっぱい全部星だからあんだけ濃いのねみたいなの分かるんですけど、ああいう感覚って普通だとねないから、切り取った絵だけ見ると、そういうもんなのかっていう暗記になっちゃいますもんね。なっちゃいます、なっちゃいます。多分ね、あれね、あの感じ知らない人結構いると思うんですよ、星取ってる人でも。僕も知らなかったですからなるほどねと、そういうことかっていう。でプラスもう一つが星のソムリエっていう、星空を案内する案内人のあれがそうですね、あるんですよね。私も撮らせていただきましたけど、やっぱり星空綺麗だねっていうよりも、そこにプラスアルファ星空の楽しみ方みたいな、我々も一応ね、観光事業をやってる側なので、やっぱりそのホスピタリティとかご案内とかってすごい大事だなと思って、ただ単に遺跡見るのと、やっぱりそういう話を聞きながら楽しく見るのと、星のソムリエ講座をやる上で、新たな人材を宿ったわけですよね。そうですね。星空プログラムをもっと充実したいって時に、ワンパワー的にも知識的にもプロフェッショナルが欲しいと。なるほど。とある人物が。じゃあその人に変わりましょうか。はい。